そんでこの時にこうやった時に、そこ今やってんじゃったか。そんでさ、こうやって右手離して左手だけにしてみて。そう、これね。じゃあ今度はこれひっくり返しにして、こうやってこの時にこの状態が正しいのね。じゃあちょっと言うね。こっちはすごいこらえるでしょ。はい、めちゃくちゃこらえる。こっちは楽です。タルト、タルト。そう。じゃあ今度はこうやっていて、で上げて、で右手だけにして。これ超こらえてるじゃん。こらえてます。で今度こうやるとタルト、タルト。そう。そうするとどういうことかっていうと、これをまずこうして外して、で今度左手はにこれ、左手を離してくる。あ、これ動画撮ったけど、これなんかありました。待ってね、これ見た見た。この手の中のアッテンが正しいのに、これ見ました。こっちがね、これになっちゃってるってことですよね、ほとんどの人は。確かに。だから、うん、その通り構えてるとして、うん、こうなってて、うん、この時にこういう手となる。これで自然だったらいいってことですか。そう、これで手の中のアッテンが、これを下からこれ支えてる感じになっちゃう、うんうん、こういう感じ、うんうん、なんかあの、あれですよね、トラコさんがあの、もらいに行っちゃダメって言ったんですよね。テロン、はい、でなんかテロン、ここの、ここがなんか伸びた感じになって。そうそう、これでお化けになるね、左手は。うん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 、あのそうですよね。こういうケースになってますよね、うん、あ、そう、はいはい、これを間違うとね、絶対にできない。確かに。だから、左手はね、シャフトに対して上からこうやってる感じならいいんだけど、こういう感じになっちゃうな。こう、これはダメで。こういう感じはダメで。はい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 。上からこういう、ちょっと暗くなってきます。はいはいはい。これだったらいいんだけど、こう支えちゃダメ。左手で下から支えちゃダメだね。だからそうですよね。もともと左手って下にあるもんじゃなくて上にあるもんなんで、こう支えにいっちゃうとダメってことなんですね。スイングがおかしくなる。ほとんどの人がこういうイメージ持っちゃって、こうやって上げちゃうんだよね。ここで力かけて、手でこう上げちゃう、こう上げちゃうってことね。で逆に右手はこうやってこらえてんで、頭骨側で、はい、こっちが垂らしちゃってなくて、こうやって、はい、いや、それが正解。これが正解。だから左は垂れてて、右は下から押さえるんだけど、そうすると何が起きるかというと、左が垂れてればこういう向きに入るんだけど、左が支えちゃってんと、あ、全然で上回り、うん、これを最初にした時にこう支えちゃうとね、うん、そう、うん、こうなる。そう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 、それ上回りしかない。上回りなんですね。そう、もう引っ張るもできるし、インからもできるし、詰まるもできるし。それは垂れてると、垂れてると、こういう、こういうけど、本当さ、ワックルってやってるだけだから、ね、そう、だらっと垂れてる。それをこの時に、うん、じゃあ、分かる。こうやっちゃうんだよ。そうすると、この当たり方のさ、そして、こうなるんですよ。そう、それが、はい。こういうがないで、で前の手が、ね、そうですね、垂れてるとこういう、はいはい、あの この前の手、そうそうそう、こうやって、そうそうそう、こういう、これめっちゃ大事ですよ。これがこうじゃなくて、うん、うわ、こう出て、そう、ドーン、そう、で、ドーン、そう、で、この面のこの段違いのこの面で、うん、ここに構えた時に、はい、ここから噴水が、なるほど、噴水が、はい、クジラがこう調べてみたい、はい、こういってんで、またこうふに両足の前が、そうそう、両足の前が、そうそうそう、こうなって、うん、そう、だからここがね、垂れてないとできないんだよね。しかもこれでマット叩けないですもんね。そう、みんなだからこうやっちゃったらもうダメなんで、こうなって、こう、ずっと立って、左手はで、ここでってこうやって手が曲げてくるんで、あなるほど、支えるとこう入ると思うけど、
垂らせば手が前に出てくるでしょ。だって負けてんだからヘッドにこういうふうに、はい、この時にもうなんかこう、そうそうそう、ここ前腕とちょっとまっすぐぐらい垂れちゃうので、そうそうですよね。でもあのこう最初お化けこういう、うん、お化けなんでこうたとそう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 、でこう海外どうぞ、はい、海外そうそう、やりて海外です、そう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 、で、あの、そう、このワックルした時に海外せずに海内と思ってる人が結構多いんですよ。なんかこうめちゃくちゃ多いですね。そうそうそう、こっちになってると思ってる人が多くて、そうそうそう、でそしたら左手の甲がこう向きになっちゃうけど、そうこれなんかこの手にならないんですよね。このお化けにこれになる、こっちにならなくて、なんかそのままこうなっちゃう人、そうそう、だからこのストレッチして、うん、でそのまま手こうしてみてくださいって言って、うん、この手、そうそうそう、なってますかって言ったら、え、バックルってこの手なんですかみたいになってで、こうじゃないんですかって時に、なんかフェイスなんか変なとこ向いて、そうそう、こうなっちゃう。だここでこうやってバックルしたのでずっと上げてって、こういう肘が回ったらこの手になってる、はいはい、あー、そういうこと、このおまけにこうやってお化け、確かにここでボタンの掛け違いになります。絶対できないですね。海内入っちゃう人みんなこういうおまけになりますね。そうそうそう、なりますよね。ひどい人はこうだよね。あ、そう、ひどい人は、ああ、そうです。ひどい人こうなります。で、え、左脇開けてますよねって言って、うん、これで。そう。だこう、前に出るようにやらないとダメで、こう、なんていうかな、こうしちゃダメだね。これ、噴水の、そうそうそう、こう出ていく。そうそうそう。で、本当にティーコップやないで、こう、うん、そう。で、その時にこうやった時に、あの、右手首の背屈を強くしないとダメなんだよね。ああ、やっぱりそう。ああ、この手、そう、さっきの。この手に入らない。そう。これが、うん、こう、こうなってもダメだし。そうそう、そう。そうそうそう。それで、まあ、この、カウントしてこれが、ここでなるほど、ここでこう、そ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 ういうことか、うん、めっちゃ待て感大事そうでしてこうじゃダメで、こう出てきて、ナイスバディ。